留吉の今夜もハッスルナイト。はいはい、皆様チョメ番は本日も始まりました。1時間の生放送番組、さくらチョメ吉の今夜もハッスルナイトのお時間でございます。早いもので今日のこの放送、なんと110回目を迎えることができました。いや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 、本当に嬉しい限りでございますけれどもね。ということで今日もお相手を務めますのはビューチフルズのボーカル、ピンクの貴公子、さくらチョメ吉でございます。今夜も聞いてくれてる皆さん、チョメるし、どうもありがとう。さあ、ということで意味のわからない私の雄たけびが響き渡ったところでですね、最近このキラリンってなるとね、なんか僕のスイッチが入るんですよね、夜のモードが。さあ、ということでですね、この番組先週はチョメ吉の一人語りでお届けいたしました。初めてのコーナーですね、ビューチの楽曲解説コーナー、こんなのもねやったりしましたけれども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。早速ですね、リスナーさんから先週の放送の感想が届いております。ハッスルネームナオミさん、先週はリクエスト心の旅をかけていただきありがとうございました。超ウレリンコでした。心が温まりました。ハッスルナイトはいつも温かいですね。チョメ吉さんと川島さんが温かいから番組も温かくなるんですね、と書いてくれております。直美さん、ありがとうね。この心の旅っていうのは、夏に開催されました、チョメフェス3のね、セッション、これをですね、直美さんがぜひ聞きたいということで、やっと先週流すことができました。私もね、そのセッションの心の旅を聞いていて、なんかこうジーンと来ましたけれどもね、今日は先週よりももっともっと暖かい、むしろもう暑苦しいぐらいホットなですね、放送をお届けしたいと思います。さあ、今日はですね、久々の企画ものシリーズですよ、ね。今年の3月にはホワイトデーに、男性ボーカリストナイトというのをやりましたけれどもね、今日はなんとなんとこの企画でいきたいと思います。女性ボーカリストナイト、もう裏テーマ美女祭りでございますよ、ね。それでは早速今日のゲストを紹介したいと思います。この3人です、どうぞ。さあ、なんかとても綺麗な美声が聞こえるかと思ったら、なんかカッパちゃんの雄たけびしか聞こえませんでしたが、カッパちゃん元気でございますが、美女祭りね、はい、おかしいね。今日はなんかカッパちゃん、はい、いつもよりなんか目がパチッと、そうでしょ、うん、ちょっとコンタクト変えたから。コンタクトだった、カッパちゃんコンタクトだった、変えた。新事実が発覚いたしましたけれども、酒入りのね、ね。さあ、今日はもうユーストリームご覧の方はね、今どんな方がゲストなのか、顔で分かったと思うんですけれども、では早速自己紹介からしていただきましょう。まずは真ん中のこのお姫様からどうぞ。はい、樋口舞と申します。よろしくお願いします。はい、さあ、よろりんこです。舞さんはこの番組に何度も出ていただいているんですが、はい、ありがとうございます、ね。先日、はい、あれは11月何日でしたっけ。11月11日ポッキーの日ですね。ポッキーの日、はい、この日になんとワンマンライブ大成功でございます。ありがとうございました。本当にお疲れんこでした。はい、チョメ吉さんも見に来ていただいてありがとうございました。もうね、私もう目が釘付けよ。 ありがとうございます。本当に舞さんの歌声の素晴らしさ、あとバンドのね、天井桟敷アンサンブルの演奏力の高さ、感動いたしました。ありがとうございます、ね。はい、今日は、はい、またそのワンマンも終えてホッとしてるところで、そうですね、ちょっとこう女子トーク、はい、女子会的な感じで、はい、楽しみですね。はい、今夜もよろりんこです。よろしくお願いします。さあ、続きましてはチョメ吉のお隣のこの方。はい、ノロンケイトです。よろしくお願いします。はい、ケイトちゃん。
なんかあのカパちゃんなのか、なんか変な声聞こえてきたけど。そう、もうね、やっぱ美女が集まるとカッパもテンション上がりますわねえ。カッパちゃん、あの今ケイトちゃんがカメラね映ってたんで奪わないでくださいね。すいません、奪っちゃった。どうしてもカッパちゃんが喋ると川島 D がどんどんカメラ回しちゃうんで。好きなの。おケイトちゃんの話聞きたいよ、カッパも ねえ、ケイトちゃん、はい、何、舞さんの今日の衣装を見て、はい、三つ編みに変えたの？そうなんです。もう可愛さでも本当に抵抗しようと思って。いやいやいや、対抗しようかなと思って。抵抗天然です。キュンキュンしちゃってます私今日。今日ね、はい、ケトちゃんね、はい、あのカバンがすごい大きいんですよ、うん、何が入ってるんだろうと思って聞いたら、うん、今日は舞さんがどんな格好で来るのかによって私も格好を変えたいと思います。すごい、何種類も持ってきたようですよ。徹底してる。今日舞さん黒だから私白でちょうどいいかな。ありがとうございます。もうなんか二人ともいい雰囲気でございます。楽しい。白と黒と緑で緑でしょ。ピンクとね、ピンクもいるし今日は賑やかですが、はいはい、ケイトさんといえば、はい、ね、11月の17日、はい、先週の日曜日に開催された亀有フェスティバルですね、はい、お疲れんこでございました。ありがとうございました、この日はノルカ名義ではなくノロケイト、はい、ソロの名義で登場しましたが。そうですね。どうだった？楽しかったです、ね、ちょっと天気があの晴れるっていう予想だったんですけれど、うん、少し曇っていて、ね、ちょっと肌寒いかなっていうのもあったんですけど、うん、そんな中でもあのたくさん聞いてくださる人がいて。そうだね。そう、それと、うん、あのその日はですね、このハッスルナイトの、うん、さっきかけていただいたジングル曲をやらせていただいたんです。そうねー、やったやった。なんかこの曲を歌ってくれて、やっぱチャメ吉はね正直ジーンときましたね。嬉しいですね。お客さんの方を見てもね、あのなんか口ずさんでくれる人がたくさんいたので、うん、それがすごい嬉しかったね。そうだから、イコール亀有フェスティバルのお客さんって、うん、やっぱりこのラジオとかなりリンクしてるんですよね、はい、そうですね。嬉しかったです。ありがとうございました。本当にありがとうございました。じゃあそんなケイトちゃんもね、今日ハッスルトークよろりんこです。はい、ハッスル。さあそれでは最後にね、喋りたくてうずうずしてるその方を紹介しましょう。どうぞ。いいヨガプロジェクトザ・カンプレス、どうぞよろしくいいね、パワーが有り余っております。いや、僕はね、美女祭りで、うん、カッパはやっぱりね、美女美女っていうことでね、美女美女です。あ、そっか。はい、そうそうそう、今気づいた、ね、あ、本当だ、今気づいた。お、美女と美女と美女と美女美女でね、そうカッパ美女美女だ、美女美女だ。あね、やっぱ今日はね、舞ちゃんがまだ笑いが続いてるの。うまいこと言ったなと思ったんだけど俺が思ったより反応が良くなかったって。うまいって俺言いやがったね。あ、そうだよ、座布団一枚くらい言いやがったんだけど。あ、そうか、そうだよ、美女美女。やっぱりまいちゃんが今日は何を着てくるか、はい、うん、カパもそれに合わせて、合わせたんだ、全裸で来ました今日。全裸で参加です。いつもと変わんねえよ。そうね。そんなカパちゃんは、はい、先日ね、ケイトさんと同じく、はい、亀有フェスティバル、はい、久々の野外大取り務めてくれましたね。はい、お邪魔しました。どうだった？いや、もう最高でしたわ。最高。もう最高でした。やっぱり野外はいいね。気持ちいいよね。お客さんもね、顔が違うね。本当に良かったんですが、僕は忘れられないのが、はい、最後カッパちゃんにインタビューしてる時に、うん、カッパちゃんがね、カッパ最高でしたってね、うん、かっこよく締めようと思ったんですけど、はい、なんかね、若干噛みまして、カッペ最高でした。田舎もんかっていう、もうね、自分も名前も噛んじゃうという。そう、究極ですよ。究極まで来ておりますけれども、はい、今日はこんなさ、楽しい3人をですね、お迎えして、はい、お届けする女性ボーカリストナイト、はいはい、今日のですね、お便りのテーマ、やっぱりね、今日はもう女子にこだわりたいということで、女子の羨ましいところ、得しているところです。おお、なんかありますか、ケイトさん。得してるとこですか、うん、あのね、スイーツのお店に気軽に入れるところじゃないかなと思いますよ。そうね、チョメ吉はね、行きたくてしょうがないんですけど、ちょっとやっぱり勇気がいるよね、うん。でも男の人で一人で来られてる人もいますよね。あ、本当に、うん、
それ多分ね変装してる俺だと思うよ。それマイさんは何かありますか。得してることですか。女性っていうか私あのちっちゃいので、おなんかそうだよね、すごいあの元気な時とかも、うん、手伝ってもらえたりいろいろ荷物持ってもらえたり、だからそれはあの私体力結構あるのになみたいな、ラッキーみたいな、はい、やっぱりこうマイさんか弱そうに見えるもんね。見えます見えます。得してるかなみたいな、うん、やっぱ守ってあげたい系の女子は得だね。そうですね。ねえ、まあ、その点全く守ってあげたくない女性が女性がここに一人います。カッパちゃんはどうですか。カッパはやっぱりね両生類だから、うん、まあそんなね女子に得したっていう感じでもないけどやっぱそうね、そうね、あんまないね。あ悪かった引っ張って悪かった、聞いた相手が悪かった。すみませんね。カッパちゃん、はい、あの今日ちょっと一つルール設けていい。はい、何でしょう。何もない時はサンキューベリーマッチで、うん、オッケー、わかった、サンキューベリーマッチ、それでいきましょう。あーぐらいはい、オーライ、いやいいルールができたところで今日も張り切ってまいりましょう。よろしくお願いします。じゃあね、もうこのまま今日の女性ボーカリストナイトトークをどんどん進めていきましょう。はい、まずですね、今日この3人をチョメキチが招集したのには訳がありまして、うんうん、まあね、なんだろう、カメフェスで一緒になったりとか、はい、この番組で一緒になったり、いろいろなこう接点はあるものの、はいはい、じっくりこの3人を語らせてみたら、はい、どんな化学反応が起きるんだろうと。そう私ドキドキしてますよ。ケイトちゃんが今一番ドキドキしてる。そうなんだ。そうなんかあの見た目からしてこうタイプの違う、あそうですね、全員違いますね。やってる音楽もそれぞれ色があるというか、うん、個性的な、まあ、3人だと思うので、うん、そう今日はどうなるかな。そうそう、その全くバラバラの3人が、そうですね、だから、まあ、お互いをもっともっと深く知り合って、はい、交流も深めてもらいたいと、はい、いうことでね、チョメキチはね、3人に事前アンケートを取ってあります。はい、はい、ドキドキ。その中でですね、まあ、あのどちらかというとミュージシャンな顔の部分と、はい、それを抜かした一女子な部分とにちょっと分けて今日はお話を伺いたい、はいはい、ということでまずですね、はい、3人がちょっとミュージシャンな顔をここで見たいなと思いまして、はい、まず最初のね質問はこんな質問でございました。3人がボーカリストになろうと思ったのはいつ、どんなきっかけという、うん、ね、この問いでございましたけれども、ミュージシャンっぽいですね。はい、まずですね、まいさん、はい、樋口まいさんは高校生の頃に文化祭でバンドで歌った瞬間にボーカリストになろうと思った、はい、そうですね、気持ちよさに気づいてしまって、ね、やっぱりもう人前でね歌って大きな拍手もらえるとね。そうですね、あと高校ってなんかもうお客さんもいるじゃないですか、うん、すごいたくさん、うん、だからそんなとこでも歌っちゃったから、うん、やみつきになっちゃって、そっからもうやめられてないですね。その時は何の曲歌ったの。その時はユニコーンとかのコピーバンドやってて。あ意外だねボーカルですよね。ボーカルです、ボーカルです。かっこいい、ね、マイさんがユニコーンって、いつかちょっとそんなカバーも聞いてみたいね。好きだったんですよユニコーンが。あーそうなんだ、いいね。ぜひあのヒゲとボインじゃなくて姫とボインっていうね。あーいいですね。いや乗ってくれた俺バッサリ行かれると思ったんですけど嬉しいな、乗ってくれましたで、一方のカッパちゃんは、はい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 、ね、中学校の入学時に周りの友達がこぞって合唱部に入った。そうなんです。で実はカッパちゃん全く興味がなかった。なかったです。なのに釣られて入っちゃったと。そうなんですよ。カッパはね、うん、演劇部入りたかったんだけど。本当に演劇部に入りたかった。もうねカッパはね、うん、俳優になりたかった。本当演劇やりたかった。個性派。そうこんな個性派いないねそうだよそしたらね、演劇部に仮入部したら、うんうん、すごい怖い友達がいて、カッパの指をね、毎日毎日こうポキポキ鳴らすんだわ、うん、関節を。私もそれやった。いるでしょ、そういうこと。趣味の人、人のやつをポキポキするんです。ここにいたのじゃなくて、こういう人いたんだよ。楽しいですよね。カッパ怖くなっちゃって演劇部やめちゃったそしたら周りの友達が、うん、なんか本当にね、不思議なぐらいみんなね、合唱部に入っちゃった。もうしょうがないから、じゃあカッパもいや合唱部で入って、うん、なんかそう歌い出しちゃったね。最初に歌った曲覚えてる？
覚えてない、サンキューベリーマッチ早速使ってくれました。なんだっけな、最初に歌った曲モルダウの流れとかそういうのじゃない。あ、懐かしい、ね、歌いました ね歌ったよね。合唱コンクールって感じだね。そう、なんか懐かしい、面白い。カッパちゃんにもそんな時代があったのね。そう、あとあの今ね、今はもうすごく人気だけど NHK の合唱コンクールっていうのが、うんうん、小学校中学校高校とあって、それ夏になるともう全国の小中高の合唱部のみんなが張り切って参加するんですけど、うん、そういうのもね参加して燃えてましたね。へー、いいですね、すごい。そう、青春カムバックですよ。だから今ほらユッキーさんともダブルボーカルでハモったりするけれども、はい、もしかしたらそのあたりの、そうそうそう、やっぱり合唱部、うん、その時アルトだったから、うんうん、常にハモりだったの。あ、メロディーラインは歌ったことなかった。へー、うん、常にハモりだったからやっぱハモりつけるの今でも大好き。あ、そうなんだ、大好き。じゃあなんか今に繋がってんだね。そういうわけですよ。サンキューベリーマッチ。はい、どうもありがとうございました、はい、打ち止めということでで、ケイトさんが意外なんですよ、はい、あのマイさんとカッパちゃんは学生時代なんですけど、うん、ケイトさんはもう社会人になってからだよね。そうですね、今から何年前かな、何年前、4年ぐらい前ですね。4年ぐらい前、はい、それで、なんかアルバイトをね、この地元の葛飾 FM がある立石でやってる時にその出会った方に、はい、歌ってみたらと言われたということですね。そうですね。でこの話がまた俺が印象的でちょっと涙ぐんでしまったんですが、うん、初めて人前で歌ったのがその方にまつわる時なんだよな。そうなんです。実はですね、私あの音楽に関しては20年間ぐらい全くあの関わってなかった生活を送ってきまして、私も今考えると音楽に携わるなと思ってなかったんですが、うん、その音楽を誘ってくださったのが、うん、ですね、デーブ奥野さんという、はい、やってた、一緒にやってた。そうなんです。マイさんとつながりがあるの。はい、よく対バンしてました。あ、そうなんだ。ボーカリストの方ですか。サックスプレイヤー。サックスプレイヤー、はい、あのゆかだんさんのサポートなんかもやられてたような方がですね、あのここ立石に、うん、あの住んでいまして、うん、で立石で知り合ったんですけど、うん、そこでですね、あのやってみないなって声かけられて、うん、あ、ちょっと楽しそうだななんて思ってた時に、うん、そのデイブさんがですね亡くなられまして、うんうん、でそのデイブさんの追悼ライブイベントなので、うん、私はあの初めて人前で歌を歌ったっていうのがきっかけなんですね。これがなんかな、そうだったんです。何かあるよね。 その時に、歌を聴いてくれたのが今のノルカの中村さんとノブちゃんとね、全てがつながってんだよね。そうなんです。だからデブさんがこうつないでくださったようなご縁なんじゃないかなと思っていまして、でそのデブさんの弟さんがサポートされてますよね。あ、そうです、はい、あのロルカの、うん、元メンバーの高橋さんでいらっしゃって、私がこの間アリオで使ったピアニカもですねデーブさんのものなんですね。ねえ、っていうなんかちょっと不思議な縁があって、音楽って結構なんか小さなのというか世界が小さいというか、うん、意外なつながりがあったりとかしませんか。そうですね、本当にそうですよ ねだから結構ご縁を大切にするしたいなって思うようなきっかけにもなった感じですかね。なるほど、はい、本当にねこの話は僕印象深いんだよね、うん、はい、でもね、そのデーブさんとマイさんも実はつながってたっていうことが今発覚。そうですね、びっくりですね。あのカメアリフェスティバルの時に弟さんがサポート、はい、あの入ってたじゃないですか。そうその時は気づかなかったんですよ、うん、でその後になんかツイッターかなんかでそれを知って、うん、ってなってすごいびっくりしました。ライブ見に来てくれたこともあったし対バンしたこともあったし、どっかでだから繋がってんだよね。そうですね、面白い、なんかすごい嬉しいです、うん、嬉しいです ねデーブさん感謝、うん、ありがとう、うん、本当にデーブさんに感謝だ ね、はい、ということでね、はい、この後1曲挟みまして、まだまだ音楽の話、あとはちょっと女子トークもね交えていきたいと思います。はい、ではここでね今日の1曲目は、先日発売されたばかりのマイさんのニューアルバムから1曲紹介お願いします。はい、ニューアルバム天井からお聴きください。ジャポニカンダンス、どうぞ。下大地を蹴ってラララこれが
覗き窓から空を見上げて、暗い部屋にこもって震えている君の涙はとても綺麗。カーテンを開けて出かけよう。夜な夜な訪ねる黒い影を振り払えずに怖い夢を見てる僕の涙は流れている。だけども確かに温かい。さあみんな歌おう、溢れるメロディ全部集めて、ついに踏み切れ。 Let's sing this song for love、 太陽をあげる熱になれ。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらずというが、忘れられない景色はまた今も心の奥刺激する。たとえ傷の舐め合いをしても、いくら泣いても悲しみは消えない。着物の裾を少し開けて、心も内気さも消えない。僕の涙は流れている、だけども確かに温かい。さあみんな踊ろう、 Like a picture bonica、 太陽の下大地を蹴って、ラララコレクター、体温を上げる熱になれ。さあみんな歌おう、手を取り合って、1曲目、樋口舞さんの最新アルバム天井から、ジャポニカンダンスお届けいたしました。いい感じ、ね、またこういった本当に舞さんの独特な世界の、音楽なんですけれども、どんな方に舞さんは影響を受けたんですか？影響を受けたのは、いろいろいるんですけど、10代の時に、ライブで見て衝撃を受けた美輪明宏さん。美輪明宏さんね、いやもう初めて私涙が自然にボロ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 出てきちゃって、なんかこう自分の気持ちをなんかまるで知ってるんじゃないかって思うような、渋谷のジャンジャンっていう小さいねところでやってたんですけど、当時はまだ美輪さんがオーラの泉とかに出る前ですよね。美輪さんには影響を受けたかなと思います。カッパちゃんどうですか、そんな舞さん。いやね、今聞いてね、なるほどと思いましたよ。あ、そう。やっぱね、舞ちゃん、舞舞の曲は、ちょっとね演劇の要素が入ってるんでしょ、やっぱり。そうなんね、ただもう音楽をやるだけじゃなくて、そこになんかもう独特なワールドがあるじゃないですか、あれやっぱりなるほどなと思いました、カッポは。そうだね、サンキューベリマッチです。サンキューベリマッチ、ありがとう。ケイトさんはどんな人に影響を受けてますか？はい、私はすごい大好きなのが離れ組さんっていう、ソロのアーティストの方で、なんていうんですかね、ハッピーな感じの、なんかわかんねえよ。わかんねえよ。便秘か？便秘かと思った。なんかこう体でこうリズムを刻みたくなるような、ちょっとこう緩い感じのハッピーな感じが好きで、自分がこう歌ってるのはちょっと暗めの曲なんですけど、自分がこうあまりできないからこそ、ハッピーな曲が好きだなって思えるのが花恵組さんかなって思えるのが一人と、あとはミラクルヒカルさんが私の中ではもう
リスペクトするモノマネのアーティストモノマネの役の宇多田ヒカルさんのモノマネの方ですよね。どういうところがあの人はですねもう芸術なんですよ。そうなんだ。そうモノマネってやっぱりコピーじゃんみたいな風に思う方もいるかもしれないんですけど、うん、ミラクルヒカルさんの場合はあのただのコピーではなくて、うん、自分がこう取られてるんだっていうのを全力で表現する。一回自分の体に入れて。そうですそうです。歌もそうですしこうトークの部分もモノマネされたりするんですけどそれもですねシュールで面白いんですよね。じゃあねそんなミラクルヒカルさんに影響を受けたケイトちゃんにねちょっとここで宇多田ヒカルのモノマネをね、よろしくお願いします。どうぞ。ちょっと待って宇多田ヒカル、うん、そうだね宇多田ヒカルだよ誰誰だよ。今の誰どこの歌だっけ。あなた一体何を見てきたんだよミラクルヒカルさんから。怒られる姉さんごめん。ミラクル起きなかったな。ミラクル起きなかったですね。でも離れ組はね、はい、あのケイトさんがよく亀有フェスティバルでオンタイムっていう一、ね、曲目の歌をね、はい、あの歌ってますけれども、はい、あれがそうですよね。そうですね。はい、もうチョメキチも大好きですよ。あ嬉しい。あのスーパーバタードッグ時代から。あ私も大好きです。はい、もう大好きで離れ組僕も大好きなんですけれども、はい、でもなんかいいそのケイトさんのちょっとほんわかした癒しの雰囲気っていうのはやっぱ出てますね。あそうですかね。嬉しいですね、うん、でそんなあ3人がですねもう一つアンケート取りました。ここはちょっと続けていこうかな、はい、まずライブをやってて一番気持ちがいい瞬間、はい、これを伺いたい。じゃあまずそうだなまいさんから。はい私は、なんて書いたかな、最後から2曲目ぐらいって書いたかな、うん、そうこれはどういうことですか。なんだろうだんだんこうアドレナリンがああもう出てくるよね。そう出てきて体も温まって喉も温まってし喉も温まって、うん、もう最高潮なのが最後から2曲目じゃないですか。あ最後の曲はちょっとあのもう爆発しちゃうんですけど、あんまり冷静じゃないけど最後から2曲目が一番こう越に入ってる感じが。でもね、トメキチも分かる。あの最後の曲って一番スパークしてる感じするんですけど、うん、スパークしてる心の奥で、うん、あこの曲でもう終わっちゃうんだ。そうなの、寂しいって気持ちがある。寂しいんだよね、うん、密かにね、はい、だ確かに後ろから2曲目はいいかも。そうですね。うどうですか、はい、ケイトさん。はい、私の、うんは、ですね、なんかねそう面白いんですよこれ。なんかね会場がシーンとした時って書いてある。そうそうそう書きました。それまさにさっきの宇多田ヒカルのモノマネのあたりです。そういう意味のシーンじゃなくて、例えばね例えばちょっと静かな曲を歌ってる時にこう弾き語りとかでこうボソボソって歌ってる時に、はい、会場の人たちがこうなんて言うんでしょう一緒の瞬間にこうシーンってなる瞬間っていうのがあったりとかして、うん、歌っててすごい感じるんですけどなんか同じ空気感じてるなみたいな、うん、そんな感じですかね。だからライブって一体感で盛り上がるっていうその、ねうん、一緒になってる感じと、はい、そのシーンとしたその一つの空気を、はい、一つの時間をね共有してるっていう意味での一体感もあるよね。それはもうライブならではですよね。いや本当に今すごいいい話が出てるんですけどカッパちゃんどうですか、一番気持ちいい瞬間。だこの、ね、質問が一番困ったんだけどもう、ね、ライブやってる間に、うん、そう嬉しい感激の瞬間は、ねうん、ないです。ない。おやっぱりカッパもねなんか必死でゼーゼーしてますからね。じゃあちなみにカッパちゃん逆にライブでの失敗談聞こうかな。失敗談はもう最近ではハーモニカ吹き忘れたことです。そうね、もうね先日の水元公演見ました。水元公演若手フェスタ。そうあれカッパちゃん出だしフリーズフリーズミーという曲で、はい、そうです。あのハーモニカから始まるのにダンス始めちゃって、ね、そうなんだよね。なんとあの奇跡のやり直し。そうで手草が止めちゃったからうちのメンバーがね、うん、やめやめやめって止めちゃったから曲を、うん、何があったと何チューニングすんのなんて言っちゃったら、うん、ハーモニカだろうとそこで気づいた。そこで気づいたの。そこで気がついた。あもう重症ですな。重症だね。でもねようやくこの間のつい先日のカメアリフェスティバルでハーモニカ吹けました、うん、ね成功したよね。4回目ぐらいでようやく成功したと。あの時お客さんがこれハーモニカハーモニカってやってたんですよ。やってた本当もうね優しいでしょ、うん、お客さんが今教えてるっていう、ね、そういうことですよね。お客さんは様々です、ね、様々、どうですかケイトちゃんのさ、はい、ライブでの失敗談。失敗談はそうですねなん
私結構いっぱいあるんですね。衣装を裏表に着ちゃったとか書いてある。そういうのはしょっちゅうなんですよ。めっちゃ恥ずかしいね。そう、過去付け間違えてこうキー間違えちゃったりとか、 あとですね、一番大きかったのが、家出少女っていうあの曲がありまして、 ありますね、ゆったりした曲、ゆったりしたちょっとアンニュイな曲なんですけど、それがですねテレビサイズになっちゃったっていう。それはどういうこと？あの1曲で終わっちゃう。え、なんかワンコーラスってこと？ワンコーラス。あ、自分で終わらしちゃったんです。終わらしちゃったんです。なんか私全然気づいてなかったんですけど、うん、気持ちよく歌って終わったって思ったら、うん、あの横から中村さんとのぶちゃんが、なんで今の短かったのみたいなことがあって、さーって青ざめたのはちょっとドキッとしましたね。メンバー焦んだよね。そう、でも私は気持ちよかったんです。すごい。もうね、まあね、そうですね、もうあのあれですよ、うん、ライブ中ボーカリストが王様ですから。そうです、ある意味ね。そう確かに。あとですか、うん、そんな舞さんは、はい、私は、うん、あの着物の帯がはだけて、おお、そう、あれーってなった。あれー、あーれー、わー、でもね、あのワンマンライブだったんですよ、しかも、うんうん、長いじゃないですか、うん、長いのに、うん、3曲目ぐらいで、うん、ほどけてきちゃった。でもなんか緩いなと思ったんですよ。なんかその着付けの人に着付けてもらってる時に、今日ちょっと緩いかもって思ったけど、うん、ワンマンだからあんまきついと苦しくなるからになったんですけど、うん、初めてカンペが出てきました。カンペ引っ込んでって。あ、そうだった。あの、お客さんがもうってなっちゃったんですよ。あ、やばいやばい、これはやばいと。そう、それでなんか舞さんは気づいてなかった。私は気づいてたんですけど、そんなにひどいと思わなかったんですよ。でもカンペ出て引っ込んで、引っ込んで、その間メンバー頑張って繋いで、うん、へー、もうスタンバイしてました、着付けの人が。あの袖にいろいろあるね、やっぱ着物のライブはね。まさ、そういう時はあの次回から別途料金をお客さんからいただいた方がいいですよ。そうですね、ストリップやっちゃえばよかったと思った。川島 D も乗ってきたところ で、 ね、じゃあここで、2曲目、じゃあカッパちゃん、はい、妖怪プロジェクトの曲、景気よくいきましょうか。はい、もうちょっと早いんですけど、妖怪プロジェクトで、うん、カッピークリスマス。カッピークリスマス、どうぞ。カッパだよ、みんな元気、カッパと一緒にクリスマスの歌を歌いましょう。カッパクリスマス、
桜チョメ吉の今夜もハッスルナイト。さあ本日も張り切ってお届けしております桜チョメ吉の今夜もハッスルナイト。お相手を務めますのはビューティフルズのボーカルピンクの貴公子桜チョメ吉です。皆さんそして今日のゲスト、まずはケイトさん、マイさん、カッパちゃん。イエーイ。前半トークでは、音楽に関するね、はい、話を中心にいろいろお届けしてきましたが、はい、せっかく女子3人揃ったからにはここからちょっと女子会的な待ってました感じで行ってみたいと思います。さあ、これからの質問なんですけれどもね、はい、まあ、ちょっとあの気も早いんですが、やはりここは女子らしくですね、理想のクリスマスのデートはという質問を言ってみたいと思います。はい、まずは、ケイトちゃん。はい、私こたつでみかん食べたいです。いいなぁ。チョメ吉もねそれなんですよ。あ、わかります。あのね、欲を言うとそこにねシャンメリーが入ってほしい。シャンメリー、シャンメリー、みかんとシャンメリー。俺お酒飲めないんで。わかる。シャンメリーね、なんかこうしっぽりとね、ね、なんか2人であの夕飯作ったりとかしながら、あ、いいですね。そう、なんかそれ言っちゃうと普通の日常じゃんって感じなんですけど、でもあえてクリスマスに外出せずにお家でほかほかと、はい、いいよね、チキンとか焼いちゃったりとかしてやってみたいですね。いいね、なんかケイトちゃんっぽい、うん、ですか。いいと思います。やった、うん、はい、そんなまいちゃんはどうですか。はい、私もあのちょっと似てるんですけど、うん、お家でプレゼント交換、うん、あーいい、あー、なんかその何か欲しいとかで買いに行くんじゃなくて、うん、あの相手にわからないものを買っておいて、うん、あ、これ欲しかったんだみたいなのがいいかな。だからこうね、普段の日常の会話からこうチェックしとくんだよね。そうそうです、そうです、そうです、あれ欲しいんだよねなんて夏ぐらいに言ったやつとかをこう思い出してね。できる女子ですね、まいさんは。カッパちゃん、カッパちゃんいいね、いいダンスできたね。いいよね、え、かわいいね2人と も、ね、もそんなカッパちゃんは、いや、まあ、カッパはね、もうね、うん、あのイルミネーション大好きだから、もうカッパはね、もう街の明かりが大好きだから、やっぱね家にいられないね、 あんな日は。あ、外出派、もうね外に行って、うん、周りが浮かれてるのところに自分も飛び込んで浮かれるのが好き。あ、それでやっぱり浮かれる人の尻子玉を抜いてねえ、何個取れたかななんちって、あ、それが最高でしょ、クリスマスイブは。はい、それかい、本当にさっき出口、はい、ありがとうございます。あ、でもまあカッパちゃんはねお祭り大好きだからね、なんかこうここでこう3人のとちょっと個性が出ましたね。で、徐々に徐々にお時間も迫ってきたので最後のコーナーなんですけれども、はいはい、お互いがお互いへの質問コーナー、はい、はーい、これ行ってみたいと思います。はい、まずマイさんから、はい、2人への質問ですね。はい、はい、ケイトちゃんは、はい、怒ることはあるんですか。あー、私ですか。なぜかっていうと、すごいいつも穏やかじゃないですか。いや、本当にいつもニコニコしてるから。ケイトちゃんは穏やかで優しくていい子なんですよ。そうですよね。そうかな。意外とプンプン丸かもしれませんよ。プンプン丸なんだ。プンプン丸。なんで私でもちょっと慌てん坊なんで、うん、あの怒られることの方が多いですね。怒れる、怒られる。怒られるんですか。まあ、僕は唯一中村さん怒ってる姿を見たことがあります。リアル。なるほど。で、まいさん、カッパちゃんへの質問、はい、カッパちゃんへの質問なんだっけ、何でしたっけ。ね、カッパちゃんほら夏、はい、あ、そうだ、野外のライブとか、うん、夏でも元気なんですか。もうね全然元気じゃないですよ。すごい大変だろうなと思って。おーね、おーね、死にかけてますよ。そうだよね、だってお皿が冷やがっちゃうんだもんね。お皿がパンケーキになっちゃったもん。パンケーキ焼いちゃって。夏のカッパちゃんは本当に要注意ですよね。そうだけどやっぱね、ライブの前は7月頃から、まあ、チョメさんもそうだけどね、体力作ってね、そうそう、走り込んだりして、チョメさんなんか走り込んだりしてんけど、あ、そうなんですか。僕やっぱ野外ライブの前は走り込みしますね。やんないともうダメだよね。倒れたこととかないんですか。
あのね、うん、カッパギリでもねやっぱりね正直言うと終わってからいやもうカッパ倒れたことないけどメンバーが倒れたことあったね、救急車乗ったことあった、そんなことあったんだ。そうっだって妖怪さん一回死んでんだから、うん、そこさらに救急車乗ってさらに乗っちゃうぐらいだから相当悪いよ。相当だね。もう本当なるほど、うん、いやじゃあやっぱまいさん大変なんだよ。そうですね、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。で、次はですねケイトちゃんから質問があって、これ僕ね可愛いなと思った質問があって、はい、あのほら寝る時のそうちょっとこれを質問してみて。そう、私はあの世の中の男子がなかなか聞けないことを今日聞いてしまうかと思っていますが、はい、就寝時の格好は寝る時はどんな格好ですか。これは興味深いね。まずそういうケイトちゃんはどんな感じ。私パジャマです。パジャマ、青いあの普通のなんか襟をこう全部詰めてパジャマ着て、であのおばあちゃんが作ってくれたちゃんちゃんこみたいなの着てかわいいそれが、なんかいいね、いいね、暖かいんですよ、田舎の子みたいな感じでかわいいね。はい、じゃあケイトちゃんはそんな感じ、はい、マイちゃんは。私はあの長襦袢か、かっこいい長襦袢そうです、でもよくさすがに冬は真冬は寒いので、最近あの猫うち白猫2匹いるんですけど、そこも同じ白の、お母さんだと思うかなと思って、白のあのモコモコしたの着てます。ふわふわのやつで、ふわふわの一緒に寝るって一緒に3人で寝ます。かわいい、本当に最高だそれ長襦袢か。あの先日水元公園若手フェスタでですね、あの会場入りしたまいさん、あの黒のセーターでいらっしゃったんですけど、ちゃみさんおはようございますって見たら黒のセーターにあの猫ちゃんの毛がいっぱいついてました。指摘されてしまいました。自然そうだし可愛かった。いいですよね。カッパちゃんどうですか。いやもうカッパだって今だって全裸なのに、寝る時なんか着たらおかしいでしょ。あーそっか、確かに。カッパちゃんだ全裸健康法、そういうことですよ。締め付けなしと締め付けなし、健康だ。はい、さきもなち、ありがとうございます。じゃあ最後にカッパちゃんから2人への質問、はい、2人に、好きなタイプの男性はどんなタイプの男性が好きですか。これは聞きたいね、聞きたいでしょ。ファンのみんなも聞きたいんじゃない。そういうことですよ、代表して聞きます。はい、カッパちゃんナイス。はい、じゃあまずケイトちゃん。私やっぱりなんかこう動物っぽいなんか顔の人が好きです。動物っぽい顔、なんだろう、犬とかクマとか。あ、犬クマ、そうかな。馬はいるよ、馬は。馬はどこにいる。馬はその次ぐらいか。あ、次ぐらい。猿は、猿は猿も好きです。ウサギは。ウサギってどんな顔だ。ハムスター。メンバーにハムスターいませんでした。ハムスター、それ中村さんじゃない。中村さん、あ、そう言ったっけ。ハムスターダメなの。ハムスターもいいじゃないですか。あ、いいんだ。じゃあ中村さんも入ってるということで。よかったよかった。癒し系の顔の人が。じゃあ動物癒し系ということで。まいちゃんは。私は少年っぽい人が好きです。あ、なんか結構自分がよしよしってしたいタイプなんで、守ってあげたくなるタイプ。やんちゃな感じですか。やんちゃな感じとか。僕もね、永遠の17歳って言われてますからね。そこでアピールしてるんですか。アピールが。あ、俺永遠の27歳だった、間違えた。10も違う、10も違う、サバ寄っちゃった。少年っぽいって言われたくてすいませんでした。お姉さんタイプだ。そうですね。カッパちゃんはどうなんでしょうね。うん、カッパの…え、カッパは両生類だから。あ、そっかそっか。もう何でも来るもの拒まずでしょ。何でも来い。クボの5番まず何でも OK。 でもね、実はね、特にね、太った人好きかな。あ、太ってる人、女の子でもね、男の子でも。それは何ですか。食べぐちゃぐちゃしてる人好きですね。むしゃむしゃ食べちゃう。むしゃむしゃ食べちゃう。やっぱシリコ玉も取ってるからね。あ、そっかそっか。そういう人はエネルギーがある人。うん、ちょっとね、こう可愛い感じでするでしょ、そういう人。そういう人好きです。ハッスルナイトファミリーで言ったらビューティフルズのベースの部長や、あとは、ま、あのミーツさんとか。あ、ミーツさんいいね。ふくよかな人たちは。あー、ミーツさんはもうぽっちゃりしてるし楽しいし、あの人最高です。あー、なるほど。あ、やばい、俺ね
部長のこと言っちゃったけど部長結構ね 俺はそっちの部類じゃないってよく怒られたんで。そうでしょ今ね。すいませんでした。カッパがうんって言っていいもんかどうなのかちょっと悩んだよ、ね、部長はちょっとレスラー系にしときましょうね。レスラーというかうまく丸め込みます。はい、ということでね、ちょっとまだまだ話足りないんですけれども、はい、まあこれはまたいつかの機会にということで、今日の女性ボーカリストナイトでした。どうもありがとうございました。じゃあ今日ね、女性ボーカリストナイトということでお便りのテーマ、女子の羨ましいところ得してるところというところで、はい、リスナーさんからたくさんねお便り来てますから、はい、じゃあみんなにも参加してもらって、はい、これからお便りんこのコーナー行ってみましょう。まずですね、これはケイトちゃんへのメッセージから。これは今日のお便りのテーマとはちょっと違うんですが、ハッスルネーム恥ずかしがり屋のポニーテールちゃんからです。ポニーテールちゃん、ケイトちゃんにメッセージを。亀有フェスティバルの時にアリオをなでなでしてもらって嬉しかったです。またケイトちゃんに会いたいです。嬉しい、ポニーテールのママさんから、ちょっと恥ずかしいところを見つかってしまいましたが声をかけてもらい嬉しい子でした。ありがとうございました。大人なのに毎晩アリオと遊んでいますということで、まずアリオはこれは何ですか。アリオちゃんはアリオで購入したあのキャラクター、あのクマちゃんなんですよ。クマちゃん、そうクマちゃん、なんか名前決めるんですかって言ったらその場でアリオちゃんにしようよって話になりまして、先日のだから亀有フェスティバルで本番前にあのお客さんがお買い物をしているところをケイトちゃんが見つけてこんな会話をしたと。そうなんです。でもやっぱりお客さんは覚えてるもんだね、こうやってね。嬉しい、私も楽しかったです、はい、またまたね、ポニーテールちゃんとママさん亀有フェスティバル遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、いよいよ本日の本題ですね、行ってみましょう。ハスルネームメグさん、チョメさん、カッパさん、ケイトさん、マイさん、チョメ番は。チョメ番は。今日は華やかな会になりそうで楽しみにしていました。女性の羨ましいところ、それは冬の格好が可愛いところじゃないでしょうか。マフラーぐるぐる巻きの女性は間違いなく可愛い。それいい。可愛いよね。マフラーぐるぐる巻き、ちょっとあの顎が隠れて、残ってしてる感じ。あれいいね。髪の毛がちょっと上がってるとこが。俺それ大好き。わかるわかる。たまりません。ちょっとなんかちょっと興奮しちゃった。俺も興奮してきちゃった。男女問わず。もっと来て。ねえ。で、思ったより薄着になっちゃって、手の甲をさすって寒そうにしてる姿とかもキュンとします。すごいわかる。ねえ。あと得してるところは何と言っても、チョメさんが女性には漏れなく優しいところかな。かっこ笑いということで。あら、それはありますね。分かってるね、メグさんね。いや、私。確かに。ね。私の座右の銘は1日1キュンでございますから。今日は誰に1キュンするんでしょうね。あとね、ケイトさんにメッセージ。ケイトさんの玄米食が非常に気になってます。詳しく聞かせてくださいということで。話しちゃっていいんですか。これね、時間がないんで、はい、ケイトさんブログで。そうですね、ブログで書きます。詳細を書きますので、ぜひ見てください。はい、で、続きましてはハッスルネーム赤メガネの相方さん。あ、相方さん。はい、今日は華やかで楽しいですね。今日のお題の女子の羨ましいところ、私も女子ではありますがいつも思うことがあります。小さい頃から大きな子供だったので、まだ10ヶ月になる頃、なぜ歩かないと言われ、小6で、地下鉄でこれは子供の切符ですと止められ、あ、要するに大きいから。そうか。で、可愛い靴は小さくて入らず、荷物も持ってもらえず、あ、これさっき舞さんとちょっと逆だ。逆ですね。あー、小柄で華奢なんて無縁で生きてきました。舞さんやケイトさんが羨ましい。しかし最近は元気はつらつ、焼けっぱちで赤い服もピンクの服も平気で着るようになりました。女子はいつも元気でいないとね。これから寒くなってきますので、皆さん風邪をひかないように気をつけてくださいませということですよ。金女性かっこいいですけどね、私すごい憧れます、ね、どういうところがやっぱ憧れる。やっぱりね、なんだろう、スタイルもいいし、こうスラッとしててかっこよかったりとかしますよね。でも僕ちっちゃな女の子見てて思うんですけど、満員電車で酸欠で倒れないかなって思う。私です。大変そう、はい、もうね、壁みたい、壁がもうすぐそばにあって、ね、上向いてるんですよ。一生懸命空気吸おうとしてるよね。そうです。いっそしゃがんじゃった方が楽な感じですね、それ。あとライブ見えたことないです、まともに。あ、自分がお客さんで行くときね。そうです。だから大きい人いいなって思ってますよ。そうか、それぞれいろいろあるんだね。悩みがあります。
で、あのチョメキチもね180センチ近くあるんですけど、身長が、あの実家だとね毎回毎回ね家中で頭ぶつけてます。実家の家の作りがあの田舎の作りでちっちゃいんで、あの家族でチョメ吉よりみんなすごいちっちゃいんですよ。僕だけ突然変異で大きいんで、まあ、頭ガンガンぶつけながら歩いてるんで、もうやっぱこういう時はちょっと辛いですね。はい、続きまして、ハッスルネームふうこさん、女で得していること、それはおしゃれの幅が広いことでしょうか。洋服、和服、お花、レース、そしてお化粧などなど、男の人が楽しむには敷居が高いものを堪能できます。普段はおティンティンが入るのを夢見る中年女ではありますがひらひらの服を着ると女も楽しいなと感じます。ふうこさん、何をいいんですか。おティンティンが入るのを夢見てるの。あらー、後から入ったりするのかい。ねえ、いやいや、これでもね、だいぶあのあれしてますよ。僕はあのものすごいストレートに書いてありますから。やんわり今言いましたよ、僕は。本当やんわりなってる。ねえ、はい、ふうこさんありがとうございました。サキベリマッチ。ハッスルネーム、続いてどんこさん。どんこさんはね、最初にもう逆に男子の羨ましいところをいっぱい挙げてきてるんですけど、ちょっとねお時間の関係で読めないので、これはまたいつかチョメキチの一人語りの時のバックトゥーザオタリンコで。で、でもどんこさんもね女子の羨ましいところ書いてくれてます。男子っぽい洋服も着られるし、ネクタイも締められるし、ズボンも履ける、短パンも履ける。しかし男子はスカートは履けない。確かに、ねえ、だから私は生きていられるようなもんですか、と笑い。まあ、性自認は、まあ、の性別かな、はい、女なのでスカート履くのもドレス着るのも抵抗はないけど、気に入ったものでサイズが合えば男性売り場にある T シャツとか上着とか買っちゃいます。あと他にもね、合コンなどの会費が安い。あとデートではおごってもらえるケースが多いということですね。はい、なるほど。どうですか、皆さんやっぱりこう、怒ってもらえることが多いんじゃない、みんな可愛いから。まあそうですよね。ねえ、今ケントちゃんケントちゃん今ちょっとアイドルケイトじゃなかったよね。まあそうですね、今本当のケイトが出たよね。リアルケイトが。でもね、あの男性の服を着られるっていうのはそうだった。まいさんみたいな人に男性の T、あのなんていうの、シャツ、白いシャツとか着てほしい。ちょっと大きめのやつ。そうそう、袖がこうなってたりとか、下裸でとかいいんじゃないの。そう、そういう感じです。やらしい、やらしい。可愛くないですか。でも似合うよそれは。ですよね。あ、それは似合うよ。ちょっとじゃあ、あの次はワイシャツないとね。ワイシャツないといいですね。意味がわからない。みんな女子にあのワイシャツ着させるっていう、ね、あのサイズ大きめ、チョメキズしか喜ばないという方ですけれども。さあ続きまして、ハッスルネームあゆみさんです。あゆみさん、中学で合唱部、高校で演劇部だったあゆみさんです。あらら、そうなんだね。水元公演&亀フェス、お疲れ様でした。野外のライブは気持ちが良くて楽しかったですね。天気も良く素敵な日をありがとうございました。さて今日のテーマですが、すみません、全然得してると思ったことありません。やっぱり女性は見た目で評価されることが多く、ずっと平凡だった私は美しく可愛らしい人がいつも羨ましいと思っていました。男性は見た目よりも中身だったりするので、ずっとずっと男性になりたいと思っていました。でも最近は子供が生まれ、ママ大好きと言われるときに、女性とよかったとやっと思えるようになりました。チョメキスさん、明日のライブ楽しみにしてますね、ということで、あゆみさんありがとうございます。なんかいい話だね。でもね、チョメキスから見てこう女性の羨ましいところはやっぱね、お母さんになれるとこだね。お母さんね、確かに。やっぱ自分がこう一子供として両親を考えた時に、やっぱ母親のがやっぱり尊敬するし、俺好きだもんな。あったかさもやっぱり違いますよね。そう、やっぱりお母さんって強いのよ。そうだ。さあ、あと2枚時間がある限り、はい、ハスルネーム直美さん、ね、女子の得してるところは、ヘアスタイルをいろいろ楽しめることかな。あ、なるほど。ねえ、あ、チョメキさん、明日のライブ頑張ってください。群馬からハッスルパワーを元気玉に変えてお届けします、ということで。
ね、ヘアスタイルね。そうですね。ケイトちゃんもあっという間に三つ編みにしましたからね。すごい頑張ったんですよ。さっき三つ編みにしたからね。不器用だから上手です。あんまりできないんですけど。やった。かわいい。今日チョメコに、チョメコ見れるの楽しみにしたんです。ああ、そう、今日チョメコにしようと言ってて。そう忘れちゃった。ねえ、もうみんな自分の話すっかり夢中で。そうだ、俺は助かりましたけれども。はい。あの、カッパちゃんが時々ね、カメハリフェスティバルのね、あの風が強い日にね、七三分けになってますけど、七三分けナチュラルにね、七三になったりなったりとかしてますけど、してますね、おでこ出したりね、はい、あ、まだじゃ あの名前とここだけっていうのちょっといこうかな、はい、ハッスルネーム男性のご意見、なるさん、うん、あ、なるさん、毎水曜日のレディースデー、ああ、これは映画好きにはね、うん、定番ですよね、うんうんうん、あれだっけ一回1000円なんだっけ、そうですね、これは羨ましいよな、あとね、てっつーさんという方から来てますよ。あ、てっつーさんもやっぱりレディースデーだって。確かにレディースデーって多いね。うん、多いね。映画以外にもありますよね。ありますよね。そうよそうよ。やっぱ男子はね、こういうところ羨ましいと思うんだな。そっか。あともう一つ、ハッスルネーム、あけぼのサブローちゃん。出たサブロー。あ、今夜はユーストに見入ってしまい、お便りんこを忘れてしまいました。それではまた来週って書いてある。こら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 。まあでもね、あの、見てたよっていう報告ですからね。そうですか。ありがとうございました。じゃあね、残りのエンディングの時間になりましたけれども、はい、ここで、ゲストの皆さんに、今後のライブの情報を、まずケイトさんから。はい、ありがとうございます。ちょっと12月15日に、うん、あの、品川区の大井町、はい、ピッチピットっていうところで、うん、ライブをやります。すごい素敵な方たちと一緒にやるライブなので、もしお近くの方は、はい、遊びに来てもらえたら嬉しいです。やろりんこです。続いてまいさん。はい、12月の19日に、うん、新宿の、真昼の月夜の太陽というところで初めてアコースティックライブをやるので、よかったら来てください。はい、ぜひぜひやろりんこです。そしてカッパちゃん。はい、12月15日カメアリフェスティバル、今年最後のカメフェス、会議場狙えるかどうか、うん、あなたも目撃者になってください。さっきの勝ち。なんとなくちょっとふわふわ滑舌怪しかったですけど、ね、12月15日、はい、ぜひ、妖怪プロジェクト解禁ショーの瞬間をね、うん、ご覧になってください、うん、で最後にパーソナリティのチョメ吉から、なんとなんとチョメ吉がボーカルをやっているビューチュールズのライブ、明日でございます。明日の夜7時からですね、吉祥寺プラネット K で、キープオンというイベントに、ビューチュールズ出演いたします、はい、年内最後のフルバンドライブですからね、ぜひぜひ明日みんなね、残業をしないで、うん、ノー残業デーで吉祥寺プラネット K に駆けつけてください、うん、当日券もありますので、ぜひぜひよろりんこでございます、はい、ということでね、いよいよちょっと残りの時間も少なくなってきました。今日は女性ボーカリストナイト、ありがとうございました。ありがとうございましたね。では来週の放送、ここでお知らせです、来週はですね、現役高校生シンガー17歳のガンバ君というね、ガンバ君、イケメンな男の子が登場いたしますよ、ということで来週のお便りのテーマ、やっぱりガンバ君今青春真っ盛りということで、はい、青春でお届けします。あら、なのでこんな青春の思い出、もしくはこんな青春過ごしたかったというのを送ってください。それではまた来週、ごきげんよう。バイナリンコバイナリンコ